はい、始まりました。もてさんチャンネルです。さあ、早慶入試始まりました。本当に皆様お疲れ様です。受験された方ね、慶応のね、薬学部、そして看護医療からスタートするんですけど、いつも。まんまこのチャンネルを見てる人いないと思うんですけど、そしていよいよね、昨日から、2月12日から、早稲田のね、文化構想始まりました。そしてもちろんね、お疲れ様でした、ショートを出したんですけど、メインチャンネルの方でね、いやいや、慶応理工にも言ってよって言われたんで、慶応理工を受けた方も、お疲れ様でした。まあ、個人的にはね、気になるんですよ、慶応理工の問題って。一番コロコロ変わるよね、出題形式。新しいパターンが結構出やすいとこなんで、どういう風になったのか、個人的には楽しみです。慶商と理工、どっちが簡単かな、なんていう時もね、よくあるんでね。文化構想を受けた方はね、まあ、文に向けて頑張ってもらえればよくて、まあ、実はその文化構想のある2月12日っていうのは、一番重なるんですよね。マーチもたくさんあるじゃないですか。まあ、中央だったり、明治だったりとか、ずらっとあって、それで早稲田文化構想もあるんで、結構穴場だとかって言われたりするんですね。それぞれ受ける人が少ないからっていうので。そして今日は、慶応の経済と早稲田の国際教養が行われましたんで、まあ、どちらもね、自由英作あるところなんで、自分でやってる自由英作の添削サービスで2つともやってたんで、いろんな人のね添削してたんで、まあ思い入れもその分強いんですけど、まあルーがすでにもう慶応経済の問題を受けてて、そう、形式が変わったんですって来てて、一体なんだろうって思ったら、まあツイッターにも出しましたけども、和文英訳が聞いてて、日本語を読んで英語の問題に答えるっていうやつだったんで、おおって思いましたけど、これさ、しかもさ、これだけで解けないんですよ。なんだ、大問3つ目の英文と連動してるんですよ。だから英語の文章と連動して解かなきゃいけないので、なんじゃこれって思いましたけどね。まあこういう風に、何、パッセージ連動させるやつ、流行りなのかね、ダブルパッセージ的なやつ。まあ慶応の経済は英文ではあったけど、こういう風に英語と日本語でってね。いやー、不思議な問題だなと思った。だから今までのやつとは違う採点のされ方というか出るんでしょ。だからほら、足切りが大問1から3で、これだけ取れてた人だけが4、5採点されるみたいに言われてたけど、今回だって3と4連動してるから、うん、だから1、2、3でっていう採点の仕方しないと思うんだよね、足切り。この自由英作に行くまでの、という風に、まあ変わるんでしょうね、採点の仕方。で、まあ連動させる、早稲田の理工がね、いつもやるけど、パッセージ連動させて、で、答えを出すっていうやつ。で、さらには、まあ教育、早稲田教育が前回ちょっとやったんで、またそういうパターンで出てくるかもしれないですからね、ダブルパッセージ。怖いなというか、まあ共通テストもあるじゃないですか、複数文章ね、照らし合わせる。ちょっとなんかサブちゃんだけど真面目に語ってるな。まあいいか、はい、そういう感じの問題今後も増えていくのかなっていう印象ですね。まあこれちょっと僕はまだ今日から学校での講座なんで、ずっと、ね、家にいて問題解いて撮影編集っていうのができないので、すみません、はい、これから出なきゃいけないので。だから本当はもっといろんな問題集まった状況でこの動画まで出したかったんですけど、それができないんで、ちょ、予備校の皆さん早く出してください。なんだかんだであまり送られてこないですという感じで、はい、2月13日早稲田国際教養、そして慶応経済受けた方、お疲れ様でした。さあ、そしていよいよ明日は慶応の商学部ですよ。はい、ルーも葉月も両方とも受けますから、どうなるのか、ドキドキで、15日はね、私の慶応の文学部でございます。そして早稲田は法学部ですからね、毎年ドキドキでございます。で、早稲田の理工あって、慶応の法科がある時が16だよね。で、17行って、総合政策、早稲田文化、ここで、あれでもね、葉月はもう合格発表来るからさ、マーチの、いやー、ドキドキもんだよ。早慶真っ最中で来るんだもんね。19日に教育があるもんね。だから、その前に知らなきゃいけないんで、マーチの結果。いやー、怖っ。で、政経商社学、スポカだよね、早稲田ね。はい、その順番でやってきます。まあ、慶応は総合政策、環境情報、医学部か。この順に来ますよね。まあ、それぞれね、問題、予備校の出てきたらやりたいと思いますんで、まあ、新聞社のページに出るやつなんですけど、遅いよね、出てくんの、いろいろ。答申とかも早く、全学部ね、マーチのやつ出してほしいんだけどな、なかなか出てこないので、問題解けずに困っております。てか、こう、下に出して、動画にしたいので、お願いします。ということでした。はい、頑張ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 応援してます。